世の中にはいろいろな機械があります。日々さまざまな用途で活用していますが、世界最大級の機械はどのようなものでしょうか。どうもこんにちは、ルンです。どうもこんにちは、シャルロッテよ。今回は地球上に実在する巨大な機械についてご紹介いたします。他にもどんな巨大マシンがあるのか、あなたもぜひコメント欄に書いてみてね。では行ってみましょう。ブルーマーリン。ブルーマーリンはオランダドックワイズ社の巨大な運搬船です。全長217メートル、幅42メートル、最大採石量56000トンであり、自力航行できない船舶などを積むことができます。これも1隻や2隻というレベルではありません。ご覧の通り、文字通り山積みしているのです。なんだか危なっかしげな積み方ですね。船を山積みにして運ぶだけでも圧巻なのですが、それだけではなく、海軍の軍艦や海上レーダー基地、石油採掘のプラットフォームまで運んでしまうのだから驚きです。でもどうやって運んでいるんだろうと気になっているかもしれません。ブルーマーリンは帆船推定といい、水を注入してある程度水没させ、搭載物の真下に潜り込んでから浮上するのです。内部には38の船室があり、60人が生活できるようになっています。またトレーニングルームやサウナ、プールもあるとのこと。 SK3500D。 ビル等の解体工事では、従来油圧ショベルをベースにした解体専用機を使います。これは地上から25メートル程度の高さまで届き、ビルを解体していくのです。およそビル7階から9階ほどの高さですが、それ以上の高さでは解体機をクレーンで屋上まで運びます。そして上部から解体を進めなければならず、必然的に作業の手間や日数が増えてしまうのです。そこで日本の大手建設機械メーカーは、高層ビルでも地上から直接解体できる機械を開発しました。それは超大型ビル解体専用機 SK3500D。 全装備質量は 327.7トンあります。最大作業高は65メートル、ビルの20階に相当し、ギネスブックにも登録されています。主に都市部の高層ビルの再開発等で活躍しており、東京や大阪でも見ることができるかもしれません。販売標準価格は10億円。ちょっとしたストレス発散に使えるかもですね。宇宙。トルクメニスタンの首都アシガバート、ここには政府が約90億円をかけて建設したとある機械があります。それがこちら、宇宙と名付けられている観覧車です。高さ 47.6メートル、直径 57メートル、24個のキャビンがあり、外装はガラスで覆われています。そのような形態で作られた観覧車としては世界最大であり、ギネスにも認定されているのです。観覧車の下の建物には映画館やボーリング場、レストランなどの施設が入っています。ベラーズ75710。鉱山やダムなど工事現場で活躍するトラック、ベラーズ75710。一般的にはダンプトラックやボールトラックと呼ばれています。この大きさとなると一般公道の通行は不可能。何しろ普通に通行する場合、最低でも1台で3車線は必要だからです。そのためこのトラックは工事現場で組み立てられています。採石量は450トンであり、世界最大となっています。エアバス A380。 エアバス A380 はオール2階建てであり、史上最大、世界最大の旅客機です。2002年から生産が開始されました。中型旅客機の乗客収容数が215人なのに対して、 A380 は853人も乗ることができます。現在
航空会社数社が所有しており、広々とした空間でお客をおもてなし。ファーストクラスには機内シャワースパが設けられ、上空でもシャワーを浴びることができるのです。ちなみに世界最大の飛行機はこちら、アントノフ AN225 です。紛れもなく世界最大であり、全長 83.8m、 幅 88.3m を誇ります。とにかくでかいことで知られており、認定されたギネス記録は240以上。2001年には重さ約280トンの戦車4両を一度に輸送するなど活躍を続けています。仮に旅客機へと転用すれば2000人もの乗客を収容できるとのこと。クローラートランスポーター、この四角い巨大な重機はスペースシャトルを組み立て、塔から発射台まで運ぶために作られた輸送車両です。実際に1981年から2011年までスペースシャトルの輸送に使われています。費用は1台あたり1400万ドル。クローラートランスポーターの重量は2721トンあり、四隅に2台ずつ計8台のトラックで支えられています。また近年では火星有人飛行も視野に入れて、クローラートランスポーターも刷新。クローラートランスポーター2が新たに登場しました。質量は約2993トンで、およそ9200トン弱を運搬できるようです。ビッグウィンド、多くの種類形態がある消防車、国によっても様々な形態で分かれています。しかし最強と呼ぶにふさわしいのはハンガリーで開発された消防車で間違いないでしょう。その名もビッグウィンドです。消防車というより戦車のような感じなのですが、本当に消防車らしいです。このビッグウィンドが開発されたのは冷戦時代真っ只中の1968年のこと。もともと核や生物兵器で攻撃を受けた際の除染作業用に開発されたものでした。消防車と言いつつも、実はこの車体戦車 T-34 で構成されています。重量は38トン。本当に消防車と言い切っていいのでしょうか。しかも2つのエンジンは戦闘機である MiG-21 のジェットエンジンを搭載。消火にはジェットエンジンで大量の水を勢いよく噴射して消火します。毎分約3万リットルもの水を放出するのです。1991年の湾岸戦争では、イラクがクウェートを撤退した際に起こした油田火災の鎮火にも活躍しています。 P&H4100C ボス、この巨大な重機は鉱山等で活躍しているショベルカーです。1回で100トンの鉱石をすくい上げることが可能となっています。全幅14メートル、全長 17.2メートルあり、巨大なショベルカーの本体は1400トンを誇ります。 LHC 大型ハドロン衝突型加速機 LHC は高エネルギー物理実験に使われます。このための世界最大の衝突型円形加速機のことなのです。スイスとフランスの国境をまたいで設置されており、直径約 8.6キロ、一周約27キロという巨大な実験装置です。ビックス粒子の観測に貢献するなど、数々の功績を挙げてきた施設であり、ビッグバンやダークマターの解明など数々の難問を解決する装置として期待されています。しかしこれらのような研究を続けていくと、低エネルギーの真空が高速度で膨張してしまい、最終的に宇宙が崩壊すると批判する科学者たちもいるのです。本当かどうかは分かりませんが、不確定な要素を抱えた研究であることは間違いありません。バガー293、人類が作った自走機械の中でも最大のサイズを誇るもの。それがバガー293ことバケットホイールエクスカベーターです。漢字で表すと自走式露天採掘用超大型機械。なんだかいろいろな意味で
かっこいい名前ですね。全長は225メートルで、ガンダムが縦に約 12.5 機分あり、先端のバケットホイールの部分だけでも直径 21.6 メートル。総重量は14,200トンと、実にガンダムの約327機分にも及びます。毎分10メートル掘り進めることができ、1日に24万トンもの採掘が可能。マイナス45度の過酷な寒冷地でも稼働できるよう設計されているのです。24時間稼働することまでできるのですが、さすがに一人では操縦できないため、4人から5人が常に交代で操縦しています。なのでこの重機には居住スペースもあるとのこと。ぶっちゃけどうやって作ったのかと言わざるを得ませんね。どうもこんにちは、シャルロッテよ。今回もいかがだったかしら。どでかいマシーンは見ているだけでも圧倒的な気分になっちゃうわよね。ちなみに管理人が今まで見た巨大な機械はあんまりないそうよ。厳密には工場内のベルトコンベアや湾岸地帯の巨大クレーンは見たことがあるみたい。でも今回のようなギョッとするやつはなかなかないよね。あなたが今まで実際に見た巨大マシーンはどういったものなのかしら。ぜひコメント欄で教えてね。